改装前の十文字駅十文字駅は、秋田県横手市十文字町麻座大道東にある、東日本旅客鉄道を追う本線の駅である。単式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線の計二面三線を有する、地上駅。駅舎とホームは直結しておらず、古線橋を利用する。エレベーター、エスカレーター等は設置されていない。横手駅管理の業務委託駅。かつては、 待合室の一角に、うどん、蕎麦等を供する、キッチン白用、及びキヨスクが存在していたが、現在は廃止されており、飲料、新聞の自動販売機のみとなっている。2013年6月20日に、JR 東日本は、同年10月から、秋田デスティネーションキャンペーンに合わせた駅舎のリニューアルを、計画していることを発表した。内蔵でおもてなしする茶屋をコンセプトとしており、 同年9月1日に外壁を呼び待合室がマスダの蔵をイメージしたデザインへとリニューアルされた。3番線は上下双方の入線、発車に対応している。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は297人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅舎側には商店街が広がっているが、 国道13号沿いに、郊外型店舗が立ち並ぶようになり、シャッター街と化している。また駅から徒歩15分ほどの国道342号線沿いにも、店舗が集中している。バス停は2つあり、行き先によって利用するバス停が異なる。いずれもご交通が運行している。ありがとうございます。